ルブーアルハリ砂漠はアラビア半島南部の3分の1を占める世界最大級の砂漠。サウジアラビア南部、オマーン、アラブ首長国連邦、イエメンの4カ国に広がる。アラビア語ではアイコールルブアイコールルイコールハーリーと呼ばれ、英語では空虚な4分の1と訳されたが何もないところというのが本来の意味に近い。ルブーアルハーリー砂漠とも表記する。 UAE 国境地帯のサキュールブアルハリは長さ 1000km、幅 500km。最近まで大部分が探検されていなかった。ベドウィンでさえその辺縁を移動するに過ぎない。にもかかわらず、この砂漠へ GPS を装備したツアーを提供する旅行会社は存在する。1931年にバートラム・トマスが資料に残る。 最初の西洋人としてこの砂漠を横断した。夏の気温は夜は氷点下、正午には摂氏55度に達する。エッフェル塔より高い砂丘もある。ルブアルハリは地球上で最も近寄りにくい環境の一つとも言われる。しかしながらこの砂漠には生命が繁殖している。至るところに雲類、月脂類、植物を生み出すことができる。 NGO 世界自然保護基金の生態系区分、エコリージョンでは、かつては、アラビア砂漠及び東サヘロアラビア乾燥低木地に、現在はアラビア高地ソリンと低木林に区分されている。砂漠化は、この千年間に進行した。三世紀頃までは、入港交易のキャラバンがこの地を横断していたが、砂漠化がこの地を、キャラバン交易路が横切るのを困難にした。 現在では不毛の荒れ地が広がっている。失われた都市ウバるもこのような交易に依存していた。その後はナジラン地域のような部落がいくつかあり、水源や石油基地と結ぶ道路も何本か存在した。砂漠の周囲は世界で最も石油に富んだ地域で、特にサウジアラビアでは巨大な埋蔵量が見つかっている。ガワール油田は 砂漠北部から南方に伸びる世界最大の油田で主要アラブ系質油を産出する。シェイバ油田は UAE 近くに位置する。サウジ地質調査所による科学調査が2006年2月に行われた。サウジアラビアと海外から環境、地質、科学の専門家89名が参加した。様々な種類の化石と隕石、31の植物新種。 24種の鳥が発見された。ありがとうございます。